ストレッチ講座、まず手を上に伸ばします。でもミルキー多分締めてもね、後から締め返される。そうそう、逆に締められちゃう。きっと上に伸ばします。きっとそう。テルさんありがとうございます。脱力。すごい、いろんな色のだるまがあるんですね。あと皆さんは100回やってください。かなり水木ちょっとでも見つかってれば嬉しいけどね。えそれはね、そう本当にね、見つかってれば嬉しいけどな。見つかってたらいいな、周りがね。そうそう、この子誰だろうとかさ、そう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 、この色、この何色着てた子ど誰だとか、ね、カミングフレーバーいいなってなってればいいけど、いたらいいな、うん、マジ眠そう、マジ眠い、うん、ツイッター湧いてたよ、だって。いえ、嬉しい、ありがとうございます。レズビオメールに送ってください、ね、みんな宣伝してください、うん、ツイッターに拡散しといた、だって、うん、トマトも嬉しい、拡散してくれると嬉しい。で、名前だけでも皆さん会う、みんなの拡散、そう、ハッシュタグ、そう、研究生はさ何もやってない。そう、本当にでかいよね。 うちのはさ、こうやってショールームとかさ、うん、メールとか、そうそう、あとブログとかしかできないけどさ、そういうの見るのってやっぱさ、SKE の、まあ、見てありがたいんだけど、本当に見てくださるのは、うん、でもやっぱりもっともっと広げたい、行きたいじゃん、うん、なんかハゲてる、本当にありがたいんですけどね、いつも来てくださったりさ、そうやってメールとか取ってくれたり、みんながだからできてることだし、そう、なので、もしやった、そう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 、でも先輩がねすごいね、名前とか書いて教えてください、書いてツイートしてるのくださって、知ってもらいたいね。そうね、よしくんさんありがとうございます。そう、ゆうさんが乗っけてくれたんだよね。そうそうそう、もうそうそうしか言ってないんで、ね、あとリスさんとかさ、ね、そうそう、リスさんが作ってくれたさ、とかそう、お年玉の袋こんな感じだった。お年玉紹介してんの？お年玉紹介もう終わっちゃった。誰やらしてる人うわ、寝るの？寝るの？寝るのかもしれないから、寝落ちしないようにやらんとか。うんうんうん。でも私はもう歌ったよ。そう、聞いて、みずきのアラームをね、いつその設定したのかわかんないけど、鶏鳴くんですよ。そうそうそう、え、コケコッコです。そうそう、コケコッコーって。マネちゃんのやつはね、うん、珍しいらしい。そうそう、あんま OK。 いやでもさ、ひなぴよのやつもすごかったよ。なんか、なんだっけ、もう、あ、なんか鳴ってたらしいよ、ひなもさ。ほんと食感だから、多分さ、なんか iPhone に入ってるさ、音楽わかる？あ、わかるわかる。それが多分長いかな。金の音誰が起きるんやったね。面白かった。今日のみっちゃん大人っぽい？タナミはね、大人っぽいよ。19歳になるからね、そろそろ大人っぽくならないと。みっちゃんと何歳違いだ？4歳3歳。まず1つ目が何歳？高 1？ 高1で、今15だけど、あの誕生日の方は16。すごい、3つだ。シャンプーと意外と離れてないよね。うん、意外と離れてない、うん、え、リップとかも入ってるじゃん。そうだよ、ありがたいね。みずきは19歳になるんだよ。ソープ、これ多分18歳ラスト配信だよ。嬉しい、ラスト配信だ。あ、入ってる。 YouTuber みたいに紹介するね。だはい、1つ目はですね、ヘアケアシャンプーです。カインドさんですよね。春弓のハルちゃん、ありがとうございます。カインドさんでしたっけ？カインドさんでしたっけ？何が？あの美容院の名前、あ、なんかそんな感じ。カインドさんだった気がする、確か。そうそう、なんかももクロさんのお世話になってる場所、いや、通ってる場所なのかな、なんか結構お世話になってる場所、お世話になってるみたいな。そう、18歳のみっちゃん、ありがとう、そんなこと言ってくれてありがとう。みずきも18歳のね、みずきはいっぱいお世話になった皆さんにありがとうございます。感謝してみますね、見えますか皆さん。こんな感じで、ね、シャンプーとね、リースが2つついてて、ユーチューもあるで、すみません、よき。次ラストティーンだ、ラストティーンだ。あとは
ラストティーンだからアーリーさんのね、あれだな、そう、石鹸いっぱい楽しむ、石鹸が入ってアイドルメイクってやつ。19歳もたくさんお世話になります、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと眠い、見える、なべちゃんが眠そうという情報が入りました。はい、なべちゃんは、うん、顔もう持たれてますね。そう、もう寝るよね。ちっちゃい頭が眠そうに見えます。寝るです、はい、でね、もう一個ね、もう一個当たったんです。年齢なんでただの人、そんなことないんだよ。踊ってるとね、わかるの。みずきはずっと何年も踊り続けてるからわかることなんだけど、体力がだんだんなくなってくるの。すごくない？体力がだんだんなくなってくるの。悲しい。すごくない？え、閉店するの？寝顔、前メールに送りましたよ。あまり可愛くない寝顔。七つありがとうございます。許さない。大須にあるんだ。近々行きたいと思います。